主演は無理。低視聴率女王と呼ばれる女優たち。衝撃度ランキングトップ10に。近年テレビ番組の視聴率は低迷しており、テレビ離れが深刻になりつつあります。テレビドラマも同様で、その煽りを食らってしまっているのがドラマで主演を務める女優たち。数字が悪いとこけた、爆死と叩かれ、低視聴率のレッテルを貼られてしまいます。そこで今回は低視聴率の女と言われる女優たちをご紹介します。第10位、上戸彩。CM 好感度ランキングでは1位に輝いたこともある上戸彩さんですが、2003年に初めて主演を務めたドラマ「ひと夏のパパへ」では低視聴率が原因となり、ドラマ自体が打ち切りになりました。このドラマでは上戸さん主演の他にも沢尻エリカさんや市原隼人さんら人気俳優が出演していましたが、ドラマの視聴率は初回の 8.8% が最高で、第8話では最低の 3.6% を記録。全10話だったはずのこのドラマは1話をカットされ全9話となってしまい、平均視聴率は 5.6% という低い数字を記録しました。そして2006年に主演したドラマ「下北サンデーズ」ではまたしても低視聴率で打ち切り、2度の打ち切りを経験した上戸さんは低視聴率女優と言われるようになってしまいましたが、演技力の高さから2番手3番手での活躍を期待されています。第11位、川口春奈。大ヒットドラマ「サイレント」に出演し、今や引く手あまたの人気女優の一人となった川口春奈さん。しかし実は18歳の時の主演作で大きな挫折を味わっていました。2013年に川口さんが主演を務めたドラマ「夫の彼女」は第5話で 3.0% という低視聴率を叩き出し、他の回でも 3% 台を連発したことから、最終的には放送回数が短縮されて8話で打ち切りという浮き目にあっています。当時川口さんは自身のブログで視聴率今は全てが数字で判断される時代なのかな、悲しいなと書いていたほどでした。その後はしばらく女優活動は低迷しましたが、20年の NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」に薬物騒動で降板した沢尻エリカさんの代役として出演すると、その演技が評価され、同年の CM 起用が8社にまで増えました。2022年のタレント別テレビ CM 起用者数ランキングでは初の首位を獲得し、低視聴率女王の汚名を返上しつつあります。第10位、吉岡里帆。女優の吉岡里帆さんはその人気とは裏腹に主演ドラマの多くが低視聴率を記録することから爆死女王と呼ばれています。吉岡さんが主演したドラマ「時をかけるな恋人たち」作品の評価は非常に高かったものの、視聴率は 1% 台から 2% 台となりました。さらに2018年にも主演した連ドラ「君が心に住み着いた」や「健康で文化的な最低限度の生活」は平均視聴率が立て続けに1桁台と低迷、主演ドラマの視聴率だけはどうしても取れないといった状況が続いており、ドラマ界隈からは敬遠されがちですが、一方で CM の世界では計10社に起用されています。プロポーションの良さや艶っ気で男性視聴者を引きつけており、クライアント企業受けも良いことからドラマ主演にこだわらず CM タレントとして活躍を期待する声もあるようです。第9位、芳根京子。女優の芳根京子さんは CM タレントとして人気がありながら、ドラマは軒並み低視聴率を記録してしまっています。過去に芳根さんが主演を務めた NHK 連続ドラマ「べっぴんさん」をはじめ、表参道高校合唱部、クラゲ姫はどれも失敗と言っていい数字に終わり、低視聴率女王の評価が確立しそうと心配の声が上がっています。第8位、牧陽子。お騒がせ女優として何かと話題になる牧陽子さんは2017年に主演した連続ドラマ「セシルの目論見」が平均視聴率 4.5% と大爆死したことがありました。また同作をめぐって牧さん自身のツイッターアカウントに「見てください」と土下座をしながら視聴を懇願する動画を投稿しましたが、これにはネット上で痛々しい、笑えないなどと騒がれました。その後もドラマに出演するたびに滑舌の悪さなどが視聴者から指摘されることもあり、視聴率に伸び悩む時期が続いると言われています。第7位、水川あさみ。コメディからシリアスな役柄まで幅広く演じられる実力派女優の水川あさみさん。イリュや「のだめカンタービレ」、ラストフレンズなどの人気ドラマに主演ではなくとも
メインキャストとして出演しているため、低視聴率女優というイメージはないかもしれませんが、レンドラ初主演作となった、シェアハウスの恋人、そして同じく主演を務めた、東京スカーレット、警視庁 NS 係は、どちらも視聴率一桁という結果に終わりました。演技力に定評のある女優と言われていますが、ことごとく出演作品には恵まれず、主演は低視聴率女優と言われるようになりました。第6位、武井絵美。武井絵美さんは以前まではマイクールのようにドラマに出演していましたが、代表作と呼べるものに恵まれなかったと言われています。武井さんの主演したドラマ、東京全力少女や、すべてが F になる、など、そのほとんどがゴールデンタイムの放送枠でしたが、いずれもほぼ一桁の低視聴率に終わっています。ヒロイン役として出演したドラマも、人気アイドルが主役を務めたドラマでしたが視聴率一桁に沈んでいます。第5位、カリナ。カリナさんはこれまで数々のヒットドラマのヒロイン役を務めており、あまり低視聴率のイメージはありませんでしたが、復帰後に主演を務めたドラマの視聴率は全く振るわず、結婚式の前日に、は 5.6%、嫌われる勇気が 6.5% とかなり悲惨な数字に終わり、低視聴率女王のレッテルが貼られてしまいました。カリナさんの演技力自体は極端に低いという評価ではないため、主演にこだわらず脇役に方向転換した方がいいのでは、という声が、業界内からは上がっているようです。第4位、前田敦子。元 AKB の前田敦子さんは AKB 在籍時は絶対的エースとして活躍していましたが、女優に転身してからは以前のような活躍は見られなくなりました。そんな前田さんが低視聴率女王と呼ばれるようになったのは、2011年に主演を務めた、花盛りの君たちへ、イケメンパラダイス2011が原因と言われています。このドラマは前作が大ヒットしたドラマのリメイク作品で、放送前から話題があったにもかかわらず、結果はまさかの平均視聴率 7.1% で惨敗行き、それ以外にもヒロイン役を務めたドラマは視聴率一桁のものばかりで、残念ながら低視聴率女王のレッテルが貼られることとなりました。第3位、桐谷美玲。モデル出身で、世界で最も美しい顔100人にも選ばれている美人女優の桐谷美玲さん。そんな桐谷さんもなかなかヒット作に恵まれず、今まで主演を務めた4本の連続ドラマは全て一桁の低視聴率に終わっています。好きな人がいること、いや、人は見た目が 100% は、ゴールデンタイムの連ドラにもかかわらず、視聴率は平均一桁と厳しい数字を記録したことで、低視聴率女優と呼ばれるようになりました。第2位、西内まりや。モデルや歌手としても活躍している女優の西内まりやさん。西内さんはスタイル抜群で歌唱力もありますが、女優としては低い評価になっていると言われています。主演を務めたドラマ3本は全て低視聴率。特に、突然ですが、明日結婚します。は視聴率 6.6% と、月9ドラマのワースト5に入っています。最近はテレビで姿を見かけなくなり、一部では引退説もささやかれていますが、ファンからは、主演は無理でも脇役からもう一度頑張ってほしい、と、期待の声もあります。第1位、剛力彩芽。ショートヘアが特徴的な女優の剛力彩芽さん。低視聴率女王と聞いて、剛力さんを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。これまで出演したドラマはどれも悲惨な数字を記録しており、女衆セブンは 5.4%、ティーンコートは 3.4%、IS、男でも女でもない性 2.4%、そして、レンタルの恋では 1.7% という結果となってしまいました。また2013年の月9ドラマ、ビブリア古書店の事件手帳では、他のドラマが好調であったにもかかわらず本作のみ、当時の月9史上最低の視聴率を叩き出し大きな話題となりました。またヒロイン役を務めた作品も軒並み低視聴率に終わっており、現時点でもナンバーワン低視聴率女王は剛力彩芽さんと言われています。いかがでしたか？低視聴率は決して女優さんだけのせいではないと思いますが、やはり主演を張る女優は、ドラマの顔であるため戦犯扱いされてしまいます。低視聴率女王と呼ばれながらもそこから脱却して羽ばたいていく女優さんもいるので、まだまだ諦めるのは早いですね。これからの活躍に期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。